ハロー、めぐっぺです。さて、今日の話題はこちらの本です。堀江門こと堀江貴文さんの英語の多動力、昨日本屋さんで見つけて一気読みしてしまいました。今日はこの本の中から私がいいなと思ったところや本を読んだ感想などについて紹介します。はい、今週は堀江門の英語の多動力について紹介します。本についてはブログにも少し書いていますが、ポイントは主に私が本を選んだ理由、本の中身、本の良かったところ、読んでみた感想とおすすめ度の4つです。まず1つ目、私が本を選んだ理由。以前にメンタリスト DAIGO さんの本を紹介しましたが、最近は英語のプロではない著名人の方が英語について書くということが増えましたよね。本は先週発売されたようですが、本のことは本屋さんで見るまでは知りませんでした。が、日頃から英語の勉強そのものを含めて英語にまつわる情報についてはアンテナを張っていることもあり、表紙の英語とか多動力という文字にビビビと来ました。また常に時代の先端を走っているホリエモンが英語についてどんな考えを持っているのかも気になりました。別の要素としては、本屋さんで立ち読みするには内容多めかなと思ったことや、値段的にもお手頃だったというところがあります。2つ目、本の中身。本の内容は第1章から第4章までの4部構成になっています。章ごとのタイトルも、英語と未来、ワクワクする勉強だけでいい、他人に流されるな、自分を見ろ、学びを自動化するコツとあり、興味をそそる文言が並んでいます。以前にもホリエモンの本は読んだことがありましたが、この本ではホリエモン節だなぁと感じることはあまりありませんでした。各章ごとにホリエモンの英語に対する考え方や勉強する時のコツ、使えるアプリなどについて分かりやすく書いてあります。英語の勉強がうまくいかないという人がやりがちなことや、その原因、対策など、英語を勉強しているとよく聞く話についても触れられていて、親近感を感じる部分も多かったです。他に英語を使って仕事をしている人の実例として、QQ イングリッシュの創業者の方やコペル英会話の校長の方など、数名のインタビューも載っていて、より現実的、より具体的なイメージができるようにもなっています。3つ目、本の良かったところ。全体的に読みやすい内容でしたが、私が一番入ってきやすかったのは第2章のワクワクする勉強だけでいいです。なぜ英語を勉強するのかということや、現状をきちんと把握すること、続けることといった、英語の勉強を進める続ける中で大切な要素について書いてあるんですが、そもそも英語を勉強するのはその先にワクワクのイメージがあるからではないかという結論につながっています。実際私はまさにその通りだったので、この章が一番気に入ったのかもしれません。英語の勉強がうまくいかないという人はこのベースのところが抜けていることも多いので、この本を読んで改めて自分の勉強について考えるきっかけになればいいなと思いました。またインタビュー記事も、それぞれの人が英語の勉強することになったきっかけやその後の展開などについての話も読み物としても楽しめました。何人かの人は CPA を経由して今の仕事につながっているという人もいたので、 CPA 受験経験者としてはまた違った興味も湧きました。4つ目、本を読んだ感想とおすすめ度。ポイントごとの感想はすでに述べた通りですが、全体的にも読みやすくて、勉強法やアプリなども真似しやすいこともたくさんある本だと思います。英語としての精度はあまり重視していないという点については意見が異なるところもありますが、根本的な考え方や対策などについては似ているところが多かったです。本のレベルとしては、完全な初心者よりは中級者もしくはそれ以上向けの本かなと思いました。おすすめ度は星4つです。英語の勉強に対する取り組み方や実際の勉強法、また使えるアプリなどについても情報が盛りだくさんというところや、成功者の方がどういう経緯で勉強したのかとか、その後どうなったのかという興味深い話もいろいろと聞けたというところが評価したポイントです。ということで、今回はホリエモンの英語の多動力を紹介しました。
どんなことが書いてあるのか興味がある方はぜひチェックしてみてくださいね。みぐっぺでした。またね。